はい、どうも皆さん、バンチャーン。ということで、大分トリニータサポーターの青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の動画はですね、3月23日に行われた J2 第6節 FC 琉球戦でございますね。結果がね、4対1というね、今年初勝利ということで、皆様のね、その試合についての感想や意見を、ちょっとご紹介していこうと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。はい、ではまず最初の方からですね、待ちに待った初勝利、この能力あるし連携もできてる、シュートを打つことの大切さが分かったゲームでした。新たみたいにがむしゃらにシュートを狙う姿勢を他の選手にもしてほしい、ナイスゲームでした、っていうね。もう本当にね、この試合はね、選手同士の連携とね、その選手間の距離もすごく良かったですし、今ビルドアップ含め、全選手がね、自分たちの役割をしっかりと全うしてた、そういった試合でございました。いや本当にね、ナイスゲームでした。で、新田選手のね、あのシュート、ゴールシーン、あれこそね、もう本当にストライカーですよね。もうあそこにしかないコースにね、しっかりとシュートして、それをしっかりゴールとしてね、決めてくれる、あれはもう新田選手にしかできないプレーでございました。ナイスゲームでした。はい、では続いての方はこちらですね。フォワードが得点を取ったことが大きい、小屋も点は決めてなかったけどよく走った、伊佐と小屋のツートップが安定してた、後半からの長澤は強い武器だと改めて思った、そして伊佐の笑顔に爆笑しました、という ねこの試合ね、 4-4-2 で来ましたね。で、まあルヴァンの時もそうだったんですけど、まあ、伊佐選手と小屋選手のね、そのツートップね、皆さんね、それをぜひリーグで見たいという声もやっぱありました。で、その中でね、やっぱりあのここ数試合やって一番安定してた試合だったんじゃないのかなと思いますね。まあ、小屋選手はね、本人からすれば点は欲しかったんだと思いますけど、ただね、やっぱチームとして献身的に本当に走り続けたね、すごいですよね。で、最後のね、伊佐選手の笑顔、あ、もうあれはもう最高ですね。で、イサスタグラムもね、本当にありがたいですね。もうサポーターの楽しみですからね、あれはね、本当に。はい、続いての方はこちら。今年の加入の中で一番推してた伊藤選手がやっと出れたので良かったです。もちろんは一番勝てたことが何よりも良かったですよね、っていうね。まあそうですね、まず勝ったことはね、本当に今年一番嬉しかったことです。で、伊藤選手がね、今年初スタメンということで、まあ一体どういったプレーを見せてくれるのかなと思ってたんですけど、まああの守備の面であったり攻撃の面に関してね、本当にもう文句なしでしたね。はい、やっぱ前の突破力で、クロスの精度、はい、もう完璧でございました。まあ守備の時ね、伊藤選手がプレスに行って、で、しっかりと、ペレーラ選手がね、そこをしっかり抑えるっていうね、まあその二人の関係性も良かったですよね。安定してましたね。はい。で、続いての方はこちら。いい試合でした。1点決められましたが、そこからの辛抱強さが良かったです、っていうね。まあ、2対0からね、まあ、相手のセットプレーフリーキックでね、まあ、ゴールを許してしまったんですが、まあやっぱりもう集中してましたね、守備がね。もうあとは1点も取らせんぞっていうね、まあ、完全に崩されたっていう展開はあんまりなかったので、もう本当にね、そのディフェンス陣がね、集中した守備をね、しっかりしてくれたのが、結果につながったんだと思います。はい、じゃあ続いての方はこちら。待ちに待った初勝利、めちゃめちゃ嬉しいです。今日のゲームはセカンドボールの回収がほぼトリニータだったので、そこが勝利につながったのかなと思います。次節からの連勝街道に期待です、っていうね。そうですね、もうセカンドボールはほぼトリニータでしたね。まあ、ボールをね、そのセカンドボール拾った時にね、まあ、下田選手であったり、小林祐希選手であったりね、そのダブルボランチがね、本当にうまく機能しましたね、今日は。いろんなところにやっぱ顔を出すので、うまくボールが回っていったなって思いましたね。あと町田選手も本当に素敵でしたね、今日は。まあ、ここからね、まあ、どんどん連勝してね、自動昇格圏内、まずはそこを目指してやっていってほしいです。はい。ちょっとね、スタートダッシュ乗れませんでしたが、ここから連勝に期待ということで。はい、ということで続いての方はこちら。今日の大分めっちゃ良かったですよね。なんといっても長澤がすぐゴールを決めて、その後もいいプレーして、大分らしさが出てグッとくる試合でした、っていうね。そうなんですよ、あの伊佐選手がね、交代した直後、長澤選手が出場して、コーナーキックですよね。あのシーンね、ほんとチームとしてのね、素晴らしさが出てましたよね。小屋選手がニアにね、おとりになって前に行き、で、長澤選手がね、一旦一歩引くんですよ。
でフリーになった状態でドンピシャでボールが来てそれをゴールにつなげるね、あれはもう素敵でしたね。長澤選手だけの力ではなく本当にチームとしての、得点につながったのかなというね、そういったプレーでございました。あのシーンはねいくら見てもね本当に感動するシーンだったのかなと思います。はい、続いての方はこちら。前線の選手が点を取れたのは大きいですね。選手の能力は J2 でも通用するということが分かって自信がついたのではと思います。あとはチームとしてお互いを生かしていけるプレーが出てくれば戦えるチームになるはずですっていうね、まあとにかくねそのフォワード陣がね得点をしっかり取れたっていうのは本当に大きいことですよね。なかなかねその今年入ってからフォワード陣がね結果を残せない試合がいっぱいあったので、今日の試合はね本当に全部払拭するかのようなねフォワード陣の爆発力ね、もうチームとして本当に完璧な試合でしたよね。守備陣はしっかり集中して守る、で攻撃陣はねきちんと、得点入れて結果を出す、ね、全てが完璧でございました。まあ、ここからね戦えるチームとして、どんどん成長していってほしいなと思いました。はい、ということで続いての方はこちら。願ってた2トップが見れてよかった。ヤマト心配やけどチームとしてうまく連動できてた。伊藤のオーバーラップは最高っす。結果何かというと最高でしたっていうね。まあね、あの松田選手ね途中で交代しちゃいましたけどね、本当に大きな怪我じゃなかったらいいなと思います。もう交代する前とかはねもう松田選手結構フリーになってたんですよね。でそこからどんどんこうボールをね配球して、チャンスを何度も作ってたので、まあちょっと交代した時はやばいかなとは思いましたけどね。はい、まあでもねやはりチームとして勝ち取った、この試合最高っす。はい、続いての方はこちら。伊藤選手良かったですね。そして何よりも伊佐選手のガッツあるプレーが素晴らしかったです。これからもプレーに気持ちを込めて頑張ってほしいですっていうね、伊佐選手のねあのシュート、後ろにね相手選手いたんですよ。でそこからね、まあ、ボールを上げた香川選手ももちろん素晴らしいんですけど、あの体勢でよく打てたなっていう伊佐選手ね、もうどんな体勢でも絶対ゴールにつなげる、頭で合わせるっていうね、そういったね気迫あふれる、プレーがね伊佐選手ありましたので、もう感動しました。これぞミスタートリニータっていう感じでしたね。はい、ということでね、皆様、たくさんのコメント意見ありがとうございました。まあ、全部紹介していきたかったとこなんですけどね、紹介できなかった方、本当に申し訳ありませんね、皆様ね、コミュニティの方にありますのでよかったら見てください。次のリーグ戦ある前にね、土曜日ルヴァンカップセレッソ大阪戦ね、まあ、ここでもしかしたらねサムエル選手出場するかもしれないのでね、ぜひ見たいとこですね。本当にどんどんこう楽しみが増えてきてるんで、やっぱねサッカーがある週末ってね最高っすね。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。皆さんねよかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。またね。